前から噂されていた料理会やってしまおうと思います。まあね、でも、まあ、他にもね、いろいろあるんですけど、基本的には何でも作れると思いますよ。あの、いろはと本当に料理得意なんで、今回はね、ハロウィンの創作お菓子作りやっていこうと思います。というわけで、早速作っていきましょう。はい、ということでね、今回の材料を買ってきました。今回使用する材料はこちら、じゃーん、いいじゃん。で、この揚げたパスタに塩を振りかけます。よし、そしてそしてこの揚げたパスタ、なんとうずらの卵にぶっ刺します。意外とね、折れずに刺さるんですね、これ。さあ、そしてそして次に買ってきたお砂糖、あげちゃおうと思います。やばい、チョコめっちゃ溶ける。よしよしよし、チョコレートも上がったところで、次はですね、お皿にチョコレートソースで魔法陣を描いていこうと思います。星みたいなさ、星と六角形なんだっけ、なんかあの怪しいやつ。ほい、で魔法陣書いてアイス盛り付けします。あ、ね、料理っていうのは見た目の芸術でもありますからね。いたずらしちゃうぞ。はい、ということで完成しました。早速ね、食べていこうと思います。どれかにしようかな。やっぱさ、この目立つうずらの卵in 揚げパスタ、逆パスタのやつ、これね、なんかね、パスタが刺さってるからちょっと食べやすいんですよ。よいしょ、いただきます。チョコソースをね、ちょっとつけいただきます。あのチョコチョコエッグ、そう、なんかね、チョコレートとうずらの卵がね、意外と合います。でもね、パスタ普通に美味しい。パスタもうちょっと塩あってもよかったかもしれないけど、うーん、次はこの周りを囲っている揚げた砂糖、食べていこうと思います。いただきます。あ、めっちゃチョコ溶けてる。え、これ好き。
え、甘いこと食べとこう。やっぱりね、チョコは最高ですよね。甘いものは正義ですよ、やっぱり。次は、ちょっとこのさ、立ってるやつは最後に取っておきたいので、どうしようかな。このかぼちゃかまぼこオンアイス、逆オンアイス、オンチョコソース&チョコスプレー、いきたいと思います。え、どっちがいいかな。なんか味違うのかな、このお化けとさ、かぼちゃみたいなやつ。え、どうしよう。あ、せっかくなんでお化けでいきます。なんかせっかくだからさ、アイスをさ、いっぱいつけたいんだよね。いただきます。なんかかまぼこ感がねそんなにないです。なんかあれみたい、あの、あれ、あの、なんだっけ、白玉、そう、白玉。いや、なんかね、意外といけます、本当に。でもね、個人的にはこの揚げたチョコレートいいですね、やっぱり。チョコめっちゃうめえわ。なんかね、あれみたいです。なんかパスタに卵が刺さってると、あの、何、チョコウォンジュみたいな、あるじゃないですか。よく、あ、マシュマロとかさ、なんかイチゴとかも乗せたらもっとね、なんか見た目も可愛くなったかもしれないんですけど。あ、でもね、これ悪くないです、本当だから。いや、なんかね、なんだろうな、やっぱ料理ってこうね、見た目も大事だけど、やっぱり楽しんで作ることがね、一番だと思うんですよ。そして意外と美味しい。いや、久しぶりにね、料理作ったんですけど、なんかやっぱりね、こう、なんだろうな、楽しかったです。やっぱね、ハロウィン創作お菓子作り、いやね、みんなもね、ぜひやってみてください。ということで、初のお料理会でした。ハッピーハロウィン。最近夜食べているもの、夜食みたいなやつですかね。まあ最近はあれですね、昨日、ちょうど昨日、あの、なんだっけ、あのあれですよ、かき氷に、あの、凍ったさ、みかんとかさ、あずきとか、あの、あ、白っぽいにね、なんかもともとあれ練乳かかってるじゃないですか。あれにこう、さらにチューブの練乳をビュ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 ってかけて、なんかもう、何、ドロドロにしたやつ食べてます。いや、もうね、あれね、練乳足さないと絶対損してると思うんですよ。本当に練乳直でも飲める、最高です。